山田美幸は日本のプロボーラー。J プバ第48期生。ライセンスナンバー524。大阪府出身。ボールアロー所属。弟の山田成人もプロボーラー P リーグのキャッチフレーズは新世代のカリスマ。ルーキーイヤーの2015年第47回全日本女子プロボーリング選手権大会を準決勝3位で通過し上位4名による 決勝ステップラダーでは3強を下し、最年少で全日本制覇し、同年のポイントランキングで17位に入る。2年目にして、トーナメントシードとなった2016年でも、第11回へ向けチャリティカップにおいて、ジェープは公認大会では、自身初となる800シリーズの達成と共に優勝し、通算2勝目を挙げた。P リーグでは、第シーズンから出場。 シーズン第1戦に出場するために行われる6、ショットで19位以下となり、デビュー戦はシーズン第2戦となったが、1回戦を勝利で飾った。P リーグ初優勝は復帰戦の第70戦にて、2020年12月1日、同じボールアロー所属のプロボーラー、和田秀和と結婚したことを報告。ありがとうございます。